こんにちは、タロットティアラです。タロットティアラの霊視タロットチャンネルにようこそ。こちらのチャンネルでは、私タロットティアラがその時気になった人物や事件、ニュースなどを霊視タロットで読み解いていくチャンネルです。そして今日のテーマは、市川3歳児行方不明事件、当日何があったのか。はい、これはですね、先日お花見中にあった事件です。では事件の内容を詳しく見ていきましょう。お花見中の事故なのか。3月30日、市川市の公園で花見をしていた間に、3歳の男の子 S 君が行方不明になりました。翌31日、江戸川に浮いているのが心肺停止状態で発見されました。3歳の男の子に一体何があったのでしょうか。江戸川河川敷での花見でした。母親と友人、子供たち合わせて9人の花見。大人が3人、子供が6人だったそうです。当日午後3時半ごろ、片付けを始めた時に、S ちゃんがいなくなっているのが分かりました。そして4時半ごろ、通報したそうです。お花見の場所を詳しく見ていきましょう。桜堤公園というお花見スポットとしてね、有名な公園だったそうです。駅から15分ほど、広くてダイナミックな景色が楽しめるということで、地元のね、サイトにもたくさん載っていました。川沿いのため、開けた景色が続いてるんですね。なので、SNS 映えするというか、写真映えするような公園です。では地図を見てみましょう。桜堤公園は駅から800メートル、歩いて15分。駅からも近いので人気だったようです。しかし楽しいはずのお花見は悲劇で終わりを迎えます。Sちゃんが発見されました。お花見の翌日31日午前9時ごろ、犬の散歩をしていた人が子供の帽子を見つけました。すると対岸の700メーター下流で S 君が心肺停止状態で発見されたんですね。はい、地図を見てみてください。お花見の場所から700メーター下流です。では S 君のね、当日の服装をちょっと見てみてください。S 君の当日の服装です。S 君は身長90センチ。黒い帽子に灰色のパーカー、迷彩色の緑色のズボンを履いていたそうです。そしてスニーカーです。これを聞いてね、私ちょっと思い出したことがあるんですね。ちょっと断線しますがお付き合いください。こんなことです。迷彩服と子供の実験です。これはバズフィードジャパンの記事から抜粋しました。ちょっとね、この写真を見てください。子供がいますよね。これ何人いるかわかりますか？よく見ると2人いるんですね。左側の植え込みにもう1人の子供がいるのがわかりますかね。この赤いスニーカーが見えると思います。この迷彩服を着ているとこのぐらい自然に溶け込んじゃうんですね。はい、そのぐらい分かりづらくなっちゃう。よくね、お子さんの子供服としておしゃれとしてね、迷彩服を着せる親御さんいるんですけど、本当に自然に遊びに行く時に迷彩服はね、絶対着せない方がいいですね。では一体ね、どんな服を着ていけばいいのでしょうか。こちらの実験もご覧ください。これは登山のサイトでの実験です。ヤマハックっていう登山サイトです。何色が目立ちやすいのか。登山をするときに目立つ色。自然に溶け込まない色っていうのは、一番目立つ色っていうのは何色なのか。究極にね、目立つ色っていうのを実験したサイトがあります。皆さんこれを見て何色が一番目立つだろうと思いますか？正解はこちらの色です。最も目立つ色は青だったんですね。この青っていうのは自然界に存在しない色のため目立つそうなんですね。つまり青空の青じゃなくてブルーシートの青、こう科学的な青っていうかね、花や色が、派手な青を想像してください。この色青は自然界には存在しないのですごく目立つそうなんですね。なのでこれからね、春夏レジャーすると思うんですね。お子さんを連れて自然に出かけるときはこのブルーシート色の青、この青の服を着せて、青のリュックとか青の帽子とかそういう小物もね、青にするといいでしょうね。はい、ちょっとねこの実験が思い出したのであえて入れてみました。はい、では今回のね事件に戻りましょう。問題点はどのぐらい目を離していたのか、どのぐらいの間親は目を離していたのかということだと思うんですね。どのぐらい目を離していたのか、午後3時半ごろ片付けを始めた後、 S 君がいないことにお母さんが気づきました。実は子どもたちだけで土手を越えて河川敷で遊んでいた時間があったそうなんですね。ということは完全に目を離していた時間帯が何十分か、あるいは何時間か1時間かぐらいあったのではないかということがわかります。そして河川敷の土手を越えるとこんなものがあるんですね。ここから先危険という立て看板があります。その先を見ると芝からアスファルトに変わって一気に急な斜面になってるんですね。この写真をご覧ください。そしてその斜面の先には手が届きそうなほど近い水があり、この水からは一気に深くなっています。しかしこのアスファルトの斜面に行くまでに柵がないんですね。子供でも簡単に入れてしまうし、3歳の S 君や、同年代の子供たちがこの看板の文字を読めたでしょうか。読めたとしても遊びに夢中になっている子供たちはわからないかもしれないですよね。はい、ここから先危険の看板を越えていってしまったと思われます。そしてもう一点、江戸川といえば忘れてはならない事件があります。去年の9月の事件です。2022年松戸市さあやちゃんの行方不明事件です。9月23日昼ごろ自宅を出てさあやちゃんが行方不明になりました。さあやちゃんこの時7歳だったんですね。そして翌月10月4日ごろ市川市の江戸川でさあやちゃんの丸体が発見されました。これは発見までにちょっと時間がかかってしまいましたね。私が動画撮っているのでまだ見てない方はぜひ見てみてください。概要欄に貼っておきます。ではこの松戸市のさあやちゃん、地図を見てみましょう。2023年3月 S 君の発見場所、そして2022年10月さあやちゃんの発見場所、すごく近いんですね。こう見ると同じ江戸川、同じ市川市でまだしかも半年も経ってないんですよね。さあやちゃんの事件から同じ川で同じような事件が再び起こってしまいました。はい、最後にねもう一つ最近起きた衝撃的な事件です。こちらも見てください。名古屋市2歳児転落事件です。3月24日、双子の児童がマンション7階から転落。両親は別部屋にいたそうです。男児は自分で窓を開けて転落したとみられています。このね、目を離した隙にっていう事件が数日前にあったばかりなんですね。しかも2歳児、今回の S 君は3歳児、同年代の少年が関わっている事件なんですよ。はい、ちょっとね多すぎる、続いてるっていう感じがします。では最後に今回の3つの謎を見てみましょう。3つの謎です。その日何があったのか。そしてもう一件。事件性はあるのか、誰かに押された、もしくは第三者が関与するような事件性はあるのでしょうか。そして3つ目。S 君が最後に見えたものや風景は何だったのでしょうか。この霊視タロットでこのような事件を見ると、最後にねその子が見えた風景っていうものがねカードで現れるんですね。はい、なので最後はこのようにしました。S 君が最後に見えたもの、風景は何だったのか、どういう思いがあったのかといったものが分かれば見ていきたいと思います。では早速霊視タロットに行きましょう。はい、では早速見ていきましょう。まずは S 君。来てもらいます。お話ができるかどうか、気持ちを聞かせてもらえるのかどうか、S君に聞いていきましょう。3歳の男の子が目を離した隙に川に落ちてしまった。そして6人子供がいて3人の大人。 S 君はお話をしてくれるのでしょうか。ああ、ナイト・オブ・ソード、聖地。これは相当元気いっぱいな様子がわかりますね。 S 君きっとねやんちゃな子だったと思います。突進する様、雲がこうキレキレになって馬にも勢いがあるでしょう。これはかなり活発な少年であり、自ら突進してしまうっていうね子だったってことを表しています。はい。で、正一なので、自分から言ってしまったっていうことは彼も思っているでしょうね。S 君もね。はい。ではこれはいいカードなので了承を得たということで見ていきましょう。今回の3つの謎、その日何があったのか、あるいは事件性があるのか、第三者の関与など、そして S 君が最後に見えた風景とは一体何なのか。楽しかったお花見がなぜ悲劇に終わってしまったのか。しかも数日前に名古屋の転落事故があったばかりです。しかも松戸市のさあやちゃん事件は半年前ですよね。半年も経ってない。本当にね、川の事故、あと自然に行く際に着る洋服、親御さんはね気をつけてもらいたいと思います。はい、では見ていきましょう。今日もケルト十字で見ていきましょう。まず S 君、過去どんな状態だったのか、何があったのか。ああ、太陽の逆位置、何か満たされない思いがあったみたいですね。太陽は正一だと公にする、発表するっていうことなんですけど、逆位置だと何か隠し事があるっていう意味になっちゃうんですね。なので何か抑えていたこと、抑えていた気持ちみたいなものが彼の中にあったようですね。では、その事件当日です。当日どんなことがあったのか。ペイジ・オブ・ワンド、聖一。やはり、元気、活発ですごく素直ないい子だったっていうことがわかります。まさにこれは S 君ですよね。で、このタロットカードで右側を見てる人物っていうのは外を向いている意識がね、自分の外にある、誰かと積極的に関わりたい、外交的、外交性を表します。なので自分から友達に行ったりとか外の世界に働きかけていくっていうね、まさに先ほど言ったように活発な性格だったっていうことが現れています。元気いっぱいな子でした。でも心の中には何らかのね、心配事みたいなのを抱えていたようです。では S 君の顕在意識、表面の意識。ああ、マジシャンの逆位置。これは自信過剰で失敗する。逆位置になるとね、自信過剰で失敗するという意味になってしまいます。そしてテーブルの上にワンドとソードとカップとペンタクルがありますよね。4つの道具がある。何か遊び道具を持っていたのではないでしょうか。その遊び道具が逆位置になることによって、遊び道具が落っこったとか飛ばされたとか、あるいはボールを持っていてそれが川の方まで行ってしまった、川に落ちた、何らかのね道具が関係してある気がしますね。もしくは帽子が川に飛んでしまったとか、はい、風でね、道具を使って遊んでいたんじゃないでしょうか。では潜在意識、キングオブソード、聖一。これはお父さんですかね。お父さんはその場所にいたかはわからないんですけど、おそらくね、お父さん厳しかったんだと思いますね。多分そこには母親がっていうニュースが多いので、お父さんはお仕事でいなかったんでしょうね。ただ結構厳しいお父さんだった。ソードを持っているでしょう。ソードを持っている人物は仕事はできるんだけどクール、しつけに厳しい、お父さんでいうとちょっと近寄りがたい人だった。そして仕事ばっかりしてて、あんまり構ってあげれてなかったのかもしれないですね。ただ正一で出てるので虐待とかそういうことはないです。はい、仕事熱心だけどちょっと厳しいお父さんだった。では何が援助になっているのか、障害になっているのでしょうか。エンプレス、聖一。これはお母さんですね。このドレスを見てください。女帝のカードのドレスはマタニティドレスなんですね。もしかしたらお母さん妊娠されてたのか、妹さんがいたのかもしれないですね。そして優しいお母さんでした。綺麗で優しい愛情深いお母さん。なので普段から放置してたっていうわけではないんですよ。愛していたし、大切に育てていたことがわかります。かつ育てるのが上手、母性的な愛にあふれた人を表すんですね。なのでお母さんが本当にたまたま目を離した隙にっていう感じだったんでしょうね。普段はね、とても愛情深い人です。愛情深いお母さんと仕事を熱心な、ちょっと厳しい、しつけに厳しいお父さんっていうカップルだったようですね。では S 君の状況です。ワンドの4はとてもいいカード、祝福のカードです。友達とすごく楽しく遊んでいた。そしてこのゲート門ですね。祝福の門です。なのでこれね、遊びが楽しくて興奮してしまったんでしょうね。興奮してボールかなんかで遊んでたんだけど、それが川の方に行ってしまった。それを追いかけていった。そんな構図が見えますね。では S 君の周囲の状況です。カップの10。これもね、素晴らしいカードですね。S 君のね、家族はすごく仲良くって幸せな家族なんですよ。もう家庭で言ったら最高級のカードですね。家庭円満。まあみんな正位置で出てますしね。家庭も円満だったし、別に虐待っていう影は全くないし、普段はとても目をかけていた。本当にたまたま彼のね S 君を見失ってしまったっていうことが伝えてますね。あとこの川ね、川、これが運命の川だったのかもしれないですね。運命の江戸川。はい。で、兄弟がね、もしかしたらいるのかな。それか妊娠、妹さんっていうか下の子が生まれる、妊娠していたのかもしれないですね。あるいはすでにいるか。そして願望と不安の位置にはどんなカードがあるのでしょう。節制ですね。節制。これもね、地に水がついてるでしょう。これは彼の S 君のその時の願望でしょうね。ちょっと水を触ってみたいっていう気持ちにもなってしまった。で、片方に足がついてるでしょう。なのでギリギリのところに足があるから大丈夫って思っちゃったんじゃないでしょうかね。おもちゃが落ちた、ボールとか帽子とか何かが川に落ちてしまって、それを拾おうとした。で、足はアスファルトのところについてるから取れると思ってた。実際にね、柵の写真、アスファルトの写真を見ていただくと分かると思うんですけど、すぐ近いんですね、水と。で、急激な坂になってる。でね、おそらく自分から行ってしまったでしょうね。で、これ節制は感情のバランスも表します。で、感情のバランスがもっと取れてればよかったのにっていうことなんですね。自分の S 君の、きっとね、興奮するとわーって見えなくなっちゃう子だったと思うんです。まあ、子供ってみんなそうなのかもしれないんですけど、夢中になって周りが見えなくなっちゃう。で、一人で外れて川の方に行ってしまった。そういう感じがしますね。そしてこれお酒っていう意味もあるんですね、このカップに注がれたものなので、もしかしたらその時お母さん妊娠していないとなったらちょっとお酒飲んでたのかもしれないですね。まあお花見ですからね、多少は飲むかもしれませんが、その時に飲まなければよかったなっていう風なお母さんの後悔かもしれません。お酒さえ飲んでなければもっと見てあげれたのにっていう後悔。では未来のカードです。ソードの2、正位置。ここにもね、やっぱりね、川が、まあ、海かもしれませんが、描かれてますね。水です。水辺。で、これは2つの力が緊張状態にあるという意味なんですね。なので、この場合は結構生の力と死の力がギリギリまで拮抗していたと読めますね。水辺ですごくもがいてたんじゃないでしょうか。で、川はこう流れもなく穏やかだった。これ分かります。水に波が立ってないんですね。なのでその日の江戸川はそんなに波が立ってるわけでもなく、流れも急ではなかった。で、しばらくは生きる力、生きようとする力と死が入り込んでる力が拮抗していた。ちょっともがいていたんだと思います。掴むものに何か掴んだりしてね、周りの何かを掴んで、そして最終結果です。ソードの3、ソードの3は悲しみを表します。お母さんとお父さんと S 君でしょうかね、3人の悲しみです。もう取り返しがつかないっていう悲しみでしょうね。はい。なので S 君の悲しみも大きいですね。頑張ろうとしたんだと思います、最後まで。で、楽しかった遊んでいる時にから急激にこういう状態になったんですよ。これは柵というか縦看板かもしれないですね。この先危険入るなみたいな縦看板の先に何か面白いものがあると思っちゃった。好奇心。そしてその好奇心にはこの何か遊び道具が川に行ってしまった。ボールのようなもの、持っていた遊び道具が川に入ってしまったのを取りに行こうとしたことも考えられます。はい、最終結果、悲しみ、深い悲しみです。なのでこれ第三者が関わったっていう感じではないですね。はい、事件性はあるのかって言われたら、自ら進んで川に入ってしまった。水が多いですもんね。水が多い。水から進んで川に入ってしまいました。そして S 君の最後に見えたもの、これですかね。穏やかな川、生きようとする思いと死が入り込んでくるっていう間でもがいた。これまさにね、江戸川の河川敷ですよね。でも誰も気づいてもらえなかった。はい、このような結果になりました。皆様はどうお考えでしょうか。S 君のご冥福をお祈りしたいと思います。春とね、夏はね、皆さんレジャーに行くと思うんですけど、どうぞね、お子さんから目を離さないようにしてください。はい、こちらのチャンネルではタロットカード78枚の知識が簡単に身につく動画を作っております。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。